見に行ってきましたね。名古屋側のグッズか、新潟のグッズとかもうないんじゃないか。今JSAですよ。OK。この湯、物湯先発だったよね。子供じゃないけど買えないね。すっごい列だったんだよね。すごかったね、これ本当に。このお店までに並んでるんだよね。国立のね、すぐ入り口から列が。この旗すごかったね。大きかったよね、すごかったよね。イエイ。イエイ。新潟のグッズが全部。スタグルもね。ちょテロップで見えなかったけど、完売完売って言うね。62,000入りました。すごいよね。稲垣翔もちゃんと、ね、みこちゃんと見に行ってました。はい、試合前、ウォーミングアップですね。新潟はだいぶ選手詳しくなったんじゃない？そうですね。これちょっと長いです。はい、ルヴァンの最多数更新、この湯です。はい、控えもね、でもいい選手いっぱいでしたね。空気がね、すごかった、コミちゃんすごかった、長倉くん、猫がね、タオル持ってる選手。はい。いや、今日も大活躍だったね。ねちょっとね、名古屋側全員取れてないんです。すいません。名古屋サポさん見てくれてたとしたら。グランパスくんが可愛かったですよね。なんで楽のね、国の国旗、オーストラリアの振ってる人もね、試合中結構ね、いた、PK の時とか、ね、そう、すごいよね。あ、菊池くん、こうずっと歌ってたの。歌ってた、長かったよね。びっくりした。新潟のちゃんとはね、止まらない。止まらんねー。声量もち
しれないし、すごかった。そうキックオフです。ちょっとね、息が切れそうになった。このなんかみんながこう放射状、何状っていうんですかね、広がっていく。そう、あれ好きなんですよね。よかったね、が旗もね。我々どっちかというと新潟側の方にね、近いところにいたんで、はい、結構攻め立ててたんだよね。ランゲラクのいいセーブもあったけど、この永井が一瞬のミスをついてね、キーパーのパスミスに、ね、めっちゃいい選手だったね永井。あれはずっと集中してないとね、ああいうところを取れないからね。いやー、2点目も長い。いやーすごい、あれも素晴らしい崩しからね。いやー長いわ、本当にいい選手になったな。で、谷口のねゴールで、うん、点差まで。そう、マットやゆみの曲ですね、真夏の。どんどん声量が大きくなっていく、ちゃんと。良かったね、なんか会場が持つとね。そう、もうダニーロがボール持つと、もうみんなすごいんだよ、期待感が。いやー、攻め立ててね、このこっちのゴール側にね、どんどん来てて。名古屋の応援もすごかったね、でもね。すごかった。そう、もう終わっちゃうって思ってたんだよ。アディショナルのね、本当にもう最後、うん、全員入れさせてる、みんな入れさせてる。おーいって、うん、わー、これで、ね、ビール、お願いお願いって思った。うん、いや、審判が見てます。これね、オンフィールドまで来たよね、うん。で、PK！ アディショナルタイムで PK！ うーん、PK 獲得。見れない見ない方がね、入る率が高いという。ね、コミちゃん。ね。いや、なんかテクテク助走がね、面白かったですね。面白かった。ランゲラクだよ、キーパー相手。緊張するね。いやー、見事なゴール、同点ゴールね。ーまさか同点になるとは。すごい、すごい、すごい。
かもそうすぐね決められて雨も強くなってきてね。ね。でもそう今度もまたコミちゃん長倉のいいパスからね。ねえ。いや。120分戦ってね、そう PK 戦。いやこれ長倉くんね、ずっと泣いてたな外して。そしてねこうランゲラクがそういきなり2人目にして、そう2人目珍しいよね。いや、キーパー対決珍しい、あんまり見ない。いやー左隅に見事なゴール、ね、そして5人全員が決めて、うん、名古屋の勝利ということで、いやー本当にすごい試合でした、うん、猫さんどうでした。いやなんかねすごかったんだよね。そのやっぱ人数が多かったっていうのもあるじゃん、入った人数が盛り上がりがすごくて、あとなんかもう本当に自分たちの応援で選手を鼓舞するんだっていう思いがめちゃくちゃ伝わってきて、素晴らしいゲームでした。ありがとうございました。ありがとうございました。ルヴァンカップ最高でした。